おはようございます。本日こちら十勝振興局内の〇〇郷スキー場に来ております。初めてです。僕は初めてです。ワクワクしますね。ナブさんの地元ピュアジャムの YouTube でおなじみのシャケロックさん、シャケロックさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。行きましょう。見えるコースの倍ぐらいあると思う。うーん、上までじゃ長いっていうこと、うん、もうそうだよね。だもし上までやってたらで、あっちもコースでしょ。あれもしやってたら多分日高並かそれよりでかいんじゃない、もともとは。おお、すごい。フード付きリフトあるぐらいですか ね。そう、いやこれめっちゃびっくりして。あっ、ここもトラックいけるんですね。消えちゃう。やばい。お、結構急だよ。スノーボードのラインが初めて来ました。結構大きいようです。まだコースの全貌は見えてないんですが、見えてくるんじゃないでしょうか。これは気持ちよさそうだ。お、迂回ですね。迂回ですね。やばいね。いや、しかも横綺麗、気持ちよさそう。ポケットチェック。 OK OK。 おい、キュー。1本目お邪魔します。確かに道路っぽいっすね。道路標識もある。道路です。やばいっすね、景色。景色もピステも最高や。右、右に、右に右にコース、右に右に。右、右、右で。右、右、右で。やばい。屋上。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。はい、ベルベル。じゃあ1本目滑り終わって、いや、もういきなりカービングを試されると、音のキンキンに冷えた雪質、これだなっていうのを味わいました。最高でしたね。最高だね。朝一グルーミングワン。ルーミング、今までやってきたものを試されるシャドと斜面で、やっぱこの晴れだよね、道東は。晴れてキンキンに冷えてキュッキュする雪、あとサラッサラの、これもポーズとポーズの間で、なんかちょっと分かりますかね、新雪じゃないんですけど吹き溜まり でヴィンテージパウダーみたいな感じですか。その名もヴィンテージパウダー。北海道では通じます。ヴィンテージパウダー。ヴィンテージパウダー。3日4日前ぐらい20センチ降雪あるって聞いて、はい、そうそう。中井君、ちなみに今日は板何センチ来たんですか。今日は朝高級持って横の雪踏んだらサラサラだったから64に帰ってきました。長いやつで。そうです。でももうゲレンデのコースだったら高級でもいいし、乗ってた64の気分で行くのもいいと思うし、どっちでも良さそうだね。6級で来なくてよかったわ。どんどん速くなってっちゃいそうだ。速くなってて、パウダーだったら全然いいけど、このピッチで雪質でね、6級試される。あ、いいね。いや、綺麗ですね。あ、今日も自衛隊さんが来てます。今日もイラオジャが行くところに自衛隊あり。
今日もご苦労様です。こっちもいいね。いいっすね、切り替わり。さっきあのね、上ギュって行ったってことですもんね。こっち来るのもいいっす。いや、こっちちょっと普通なんだけど、この辺もいいね。ちょっとコース滑りたいね。行きましょう。はい、どちらに行きますか。ここのワッパウンドインスに行ってんの。マスト行けるの。あれパウダーゾーンなの。あ、行きましょう。パウダーゾーン。横っすね、横っすよね、はい、ちょっとあるなと思ってた。パウダーゾーン、レッツパウダーゾーン。同等のお腹パウダー、同等のパウダーゾーン、オフィシャルです。いや、これ正規なんですか。パウダーゾーン、オフィシャルです。もう自由に。ユとか。そうだね、上士幌町、上士幌町、帯広、目室、その辺のエリアっていう感じですかね。鹿追いとか、うん、すごく温泉が豊富でね、うん、温泉めちゃくちゃあったね。はい、めっちゃありましたね。温泉街みたいになってましたね。そしてこの第一リフトがクワッドでフード付き支柱25本、結構長いんだよね。もうリゾートですね。もう今2本滑って、うん、かなり満足満足度高い。かなり確かにシャドウもちょうどいいしね。はい、急だけどこっち特有の超キンキンに冷えた雪だから、ちょっとブレーキもかかってんのかわかんないけど、ちょうどいい。それと急なシャドウが絶妙だね。これがシャバ雪だったらもうコースアウトしてんじゃないかぐらい速度出そうな、ね、シャドウのところもあったもん、ね、なるほど、うん、まあ、結構シャドウきついけど雪質がちょうどいいから、そう、まあ、抑えられて、あと雪も一回ドライアウトした感じ、サラサラの固まんない雪で、それを分かりながらこう滑ってんのも気持ちいい、ね、ちょっと表面もなかみたいなパリってしてんだけど、貫通全然するから、うん、中はサラサラ、うん、それまたロケーションが最高っすね。なんか、ね、こう日高の山々に囲まれて、まあ全く地元では見ることのない景色ですね。外国に来たみたいです。25本目、はい、到着です。いやー、ありがとうございました。めっちゃちゃった。
行きました。念願の念願の、あ、もうコースよかったダイナミックコース。こちら十勝振興局内にありますスキー場ということで、はい、中井くん3本滑りまして、はい、ここでちょっと中間のイラウジ判定いただいてもよろしいでしょうか。ドゥルルルルルルルセルフでありがとうございます。ダン3、おーおー、3つきました。3をつけた理由としては、今日まず朝一に間に合ってない、はい、なのにあのピステンの綺麗さと雪質とこの山の大きさとあとパウダーが余ってるライン見てるとすごい好きな上手な当てるところに当ててるラインもあるけど、すごく人が少ないんだろうなっていう、もうそこがもう理由の一つ一つになっていきました。なるほど、はい、ここもダイナミックコース。ヒントはダイナミックコースって言おうかと思ったけど、よく聞く名前ですね。コースに使われる名前ランキング、ベスト5ぐらいには入ってきそうなダイナミックコース。これ第一高速リフト。はい。第二、第三とかあるみたいなんだけど、やってないっていう前情報を聞いてきたんだけど、はい、それでこのサイズだから。そうですよね。かなりでかいな。結構長いですもんね、このリフトだけで。多分一番長いよね。多分あっちが旧ゲレンデなのか動いてない方のコースっぽいよね。あの名前を言わない理由としては、はい、総合振興局までは言ってるじゃん、はい、そのエリアに一箇所ピンポイントじゃなくて、あ、イラオジャであそこ行ってるからその辺に3個見つけてトリップ計画立てて、そこの美味しいもの食べて温泉入ってゲレンデ 2,3 個行って、あ、ここだねみたいな感じで見つけてもらえたら最高です。いや、本当ですね、はい、もうそうなってもらえたら単純に面白いんじゃないかってね、はい、そういう感じで楽しんで見てもらってトリップ計画を立ててもらえれば僕らとしてもやってる意味が感じられます。ぜひあの行ってね、分かったらコメントなんかでそういうのも教えてもらえるとすごく嬉しいです。コメント読ませてもらってます。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。板立てて、ガッてかかるのを捉えたら、なんかチュビーンって、で体重徐々に後ろに。最後どこまで気は攻めるか、なんか迷うんで、あのコースの端出し。いや、いね、突っ込む調子こいったなと思って。前に追いつかない深いカービングしなきゃいけないっていうのがおもろいよね。あ、上手くないと追いついていっちゃうじゃん。いや、そうっすよね。あのハイスピードで追いつかないよね。ジェントルマンテクニックですね。もうもはや乱用しまくってる。スマートに回んない。踏まないですぐ傾けて張り付く G を吸い上げる感じでピタッってなる感じ。ラスト1コース全国制覇。
お願いします。ポケットチェック、よし。全国制覇。最高。しかもさ、うん。あの骨の。松の木のさ、逆にこっちとかどうなの？ナブさんしっかりこっち。あ。ラストラン、ナブさんのシークレットスポット。ここもテカテカ。抜けてきました。メロバーを前にメロめちゃめちゃメロに行けそうですね。ポリ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 です。ポリポリポリお願いします。お願いします。景色も最高。これですか？あ、こっちだ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あざした。あざした。あざした。最高。トゥデイズおかわり。ここ結構。
最後左行けたらいいけど行けないよね。あんまスピードつけてったらいけないか。ありがとうございました。転んだ。天気最高。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。めっちゃ良かったですね。本当。ふみくんは初めてですか？ここ。初めて。ゆうりも？初めてです。お、みんなじゃあファースト。新しいとこ最高っすね。で、中井くん、イラオジャ判定の方は、顔変更ないですか？3.1 ちょっとまた上がった。やっぱ最後のパウダーランが。そうだ。3.1 もし上動いてたら、もしもっとパウダーがってなったら、もう4とか5とか1。ちょっと辛口ぐらい。はあ、辛口で 3.1。だったらもう1本滑りたい。流したり。じゃあ残念ながらちょっと認定上名前非公開っていうことで。十勝総合振興局スキー場2、3個行けば絶対にたどり着く場所だと思います。はい、じゃあ最後にこのスキー場の おすすめとか。おすすめはハイスピードカービング、そしてキンキンに冷えた固まらないパウダー、道東特有のコースはダイナミックコース。コースはダイナミックコース。コースじゃあ、まあ、同等のパウダーを味わいたい方はぜひこちらのスキー場に来ていただきたいっていう感じですね。じゃあ帰り温泉当て込んで。ありがとうございました。ありがとうございました。どこの離宿 in 函館7へ。